全然いいですよ。ほんな誰もいなかったら一人でやるのかなみたいな。久保田さんとかはもう動画をみたいなこと言うから。本当 YouTuber じゃないですか。本当 YouTuber してる。一人でね、皆さんこんにちはとか言って、うん、よろしくよろしくみたいな限定配信。一応で。YouTube もできますもんね、確か。うん。YouTube もライブはできるけど、ライブって大体ね、ちょっと。やっぱり何でも編集が入りますよね。絶対このなんかこう言えない話みたいなやつとかを全部ピーみたいな。生放送とか本当つらいですよね。よし、でも時間になったけど、よし、時間なんでやりましょう。じゃあ行きましょう。あ、どうぞどうぞ。こう書くやつですね。ですね、じゃあ録画ってことで収録ってことでじゃあよろしくお願いします。今日感染者が昨日が18万人で、今日がまた増えて25万人とか多分なるんですよね。25万人の人が、10日間動けなくなるってめちゃめちゃ損失っすよね。でさらにプラス濃厚接触者がいて、これがまた5日間から、まあ、7日間だから、もう どれだけの人足がこう足止めを食らってんのかなみたいな話になるんですけど、相変わらずその2類相当だからね、2類相当のとっても危険な感染症ってことになってるんで、これを決めたのも3年前で、当面そうしたって言ったんですけど、それがずっと続いていると。でそれをこう見直したりするのも政治なんで、まあ非常に政治って大事だなっていうような話です。だから僕が歴史の話をするのは、あのこういう、 こう経済とか商売とかそういうものをこうさらにもっとベースにある考え方とかいうところをすごく理解してないと、あの商売にはいけないなと思うので、あのこういう話をしますっていうのがちょっと話の触り。少ないですよ。すいません先生。いや少ないですよ。まあまあどうぞどうぞ先生どうぞ。少ないんですよ。でも全然いいです。あ、今話したのはですね、はい、あの今日はあの18万人が昨日で、感染者で、今日は多分25万人ぐらいになるんですけど、25万人が10日間動けないってめっちゃ損失じゃないですかと。なのですが、政府は、3年前に決めた方、2類相当っていうのをあのずっと続けていて、5類にも無類にもしてないわけですよ。でこういうのを決めるのが政治でして、で僕が歴史の話をよくするのは、そういうこう商売をする前提としての政治の仕組みとか、これやっちゃいいよとかこれやったらダメよみたいな話が決まってるんで、この歴史の話をよくしますっていうことです。なのであのそんな仕事に関係ねえじゃねえかってことじゃ全然なくて、なんかこうあったら、この辺がこう商売の話だったら、もっとこの辺のなんかそもそもその、人が活動していいかとかですね、権利はあるのかとかですね、人権はあるのかとかですね、そういうところをやってるのがこう政治ってやつで、非常にですね、あの大事なことなんですよっていうようなことをあの言いたいので、こういう話をしていますっていうことです。あんまり消えないのであれですけど、以上です。で、はい、で、はい、話をします。先週は平城京っていうのを話をして、で平安京になったっていうところまで話したと思うので、ここから話をしまして、平城京遷都は何年ですか。いつ710年ね、前覚えてきてね。でじゃあ京都の平安京に移ったのは794年。そうね、794年で中尾平安京って決まっていて、ここを奈良時代って言います。でこの平安京っていうのに、まあ、なって、ここからずっと
東京になるまでずっとこれが日本の都はここなんですよと。で相変わらずこの平安京の御所っていうのは御所と言われていて、今の東京の江戸城の跡地は皇居と言われていて、御所じゃないんですよ。あれ御所は相変わらず平安御所なんですよね。平安御所だし平安神宮だし京都なんです。で、仮に当面東京っていうところに天皇陛下も行ってもらいましょうっていうふうになって今言ってるから、仮に決めたものが今も続いてるって話で、あの二類の話と全く一緒なんですよ。で日本の首都は東京であるなんていうふうに決めた法律も特にないので、ないんですよ。すごいことに改めて決めてもいいんだけど、まあそうするといろいろあの面倒くさいので決まってませんという平安京ができたこの794年というのはこうポイントですよっていう話です。でまたさらに戻っちゃうんですけど、この奈良時代に日本の国の仕組みっていうのは大体決まりましたっていうのは、まず701年に大宝律令っていうのが決まって、で律令っていうのは法律の律、命令の令、まあ、法律、法制度、まあ、これ決まりました。でこれで決まって嬉しいなっていうふうに持統天皇が喜んだみたいなあの話が残ってます。これね、でこれだけだとあの国はまとまらないので、もう一つすごい仕組みが決まってて、ここの大法律令で決めたところは公地公民三殿収受って言って、一旦耕した田畑は国が召し上げてみんなに貸し与えますよっていう建前で進んだんですよね。これがその大法律令の仕組みです。で、これは、中国の唐とかいう国から直輸入、ニューヨーク の, あのラッパーのそのまま仕組み直輸入みたいな感じで始まったんですけど、いきなり崩壊します。だってこんなことしたら誰も田畑耕さないじゃん。だって働いても働いても全部お上が召し上げますみたいな、そういうさ原始共産性みたいなのって持たないでしょ。中国はどうやって持たせたかっていうと、そんな皇帝が言ったって各地はもう軍有割拠してるから勝手にやるんですよ。で目も届かないし広いし、だから日本ってそれなりに狭いし、それなりにみんなこうつまめるから、このやり方だとなんかみんなやる気がないなって言った時に、日本人はすごい建前と本音を使って、すでに723年に三税一新の法っていうのを作っちゃう。これは自分で耕して三代続いたら自分のものしていいよみたいな、三代は自分のものでいいよ、でも三代後には召し上げるよっていうふうに言ってる法律で、さらに743年その20年後には墾田永年私財法っていう、墾田耕した土地永年を得ば私財法っていうのを作っちゃうね。だから新しく開墾した土地はもう国のものじゃなくて自分のものにしていいよという、この原理原則を全く反するようなことを決めちゃえるっていう、これ40年42年後だからね。これが日本人の凄さです。この建前と本音力、バリバリ戦争して鬼畜米って言ってた国が突然憲法9条作って平和国家になる、これ日本人の特質です。だから世界の人が聞いても全然わからない、日本人って原理原則とかがないんですよ。なかろう。だって唐の真似して大法律令を作って、持統天皇がすごいぜ、公地公民反殿収受の方だって言ってバリッとスペース整備して、はいこれで統治しますって始めたら20年ぐらいでやる気なくなったから三税一新の方ができて、あもうとりあえず開墾したのは自分で流しているよ、三代五年みたいに先送りして、さらにその20年後には墾田永年私財法を作っちゃって、もう耕した荘園はもう皆さんのものですみたいな感じになっている。すごいでしょ。このすごいことをこうバーってやったのが奈良じゃないですよ。この時代にやってるわけだから、京都が日本の元みたいなことを京都人が言うかもしれないけど、その前の段階ですでにその日本の作りっていうのはこの奈良時代にも出来上がってる。これ
がポイントね。で、この本音に資材法ができたら、バンバン荘園作ります。みんなやる気あるから。で、みんな自分のものになると思ったら、どんどん耕します。で、耕して、でも自分で守るのって辛いじゃないですか。だからみんな形だけ藤原氏に寄進します。全部耕して、でも耕してね。でも、形だけ藤原氏に、まあ、とかに寄進します。差し上げますってね。だけど藤原氏 の貴族どもがその全国津々浦々の田舎の電波とまでやってこないから、これは藤原家のものですって言ったら、それで権威があって荒らされたりすることはなくなるわけよね。もう恐れ多くも賢くも藤原摂関家のものだっていうふうになるんだ。これがポイント。だからそういう意味では日本人ってものすごく権威が好きなんですよ。権威が好きでひれ伏す。でその権威もなんで作られたかよくわかんないんだけど、自分らでこれが本音ね。でこれはまた建前ね。だからこれまで開墾した土地は高知公民だから一応天皇家のものっていうふうになってるわけ、朝廷のものっていうふうになってて、これも併存します、なくなるわけじゃないからね。新しく開墾して人口が増えた分はこの田園地帯法によって荘園ってやつになるわけね。いいですか、荘園で公民業とこう二分されると、こういう状態になりますと。でこっちの方が強くなって、こっちは増えないからだんだん天皇家の力が相対化されていきます。貴族の方が強くなります。貴族中から、藤原氏が強くなります。この前には大友氏とか、もっと言えば物上氏とか蘇我氏とか、まあ、いろいろ言ったんだけど、全部こいつは駆逐してこの人だけ残ると。でこの人の中でまたさらに分離して北家とか借家とか南家とかになって、またそこで喧嘩するっていう、で北家が残るみたいな話になっていて、これもこれで別に一枚岩じゃないので、こうやって分離していくというような歴史の中で、この人たちが力をつける経済力の一番になったのは荘園です。これこの仕組みね。でこの仕組みでワークするんですわ、鎌倉時代になるまで。鎌倉時代って何ですか、何年成立、鎌倉幕府ができた年いい国作ろう鎌倉って、1992じゃん。この年まで、このぐらいから始まって、こうなってこうなって、平安京の194年から1492年、このぐらいまでこういう時代が続くっていう、これでワークするわけよ。これがその日本史の仕組みね。こういうのを分かると、ああそうなんだっていうふうになりますと。でこれ荘園ね、だからこれ荘園で、この荘園という経済力をバックに朝廷を事実上支配した藤原氏というもののトップが摂政とか関白とかいう地位を独占します。で貴族を全部ビシャッと締め上げて、政治をしますと。まあ、本人は藤原道長が蹴鞠とかしながら紫式部とかとイチャイチャして、でもおばさんになったから捨てて、その捨てられた紫式部っていう人が滋賀県の石山寺っていうところで引きこもって、空前絶後のエロ小説「源氏物語」を書くと。で俺その石山寺のそば の冒頭の合宿所で大学時代過ごしてたんで、石山寺とかは、まあ、よく行ったんですけど、まあ、行くの僕ぐらいしかいないんですけど、もう紫式部の部屋って月が見えるこんな犬小屋みたいなところなんですよ。そこにずっと座って、なんか怨念を吐きながら書き連ねる小説を、すごくないですか、そういう生き方やべえなと思いませんで、ほとんどが悪口だから。紫式部日記っていうのが残っていて、これは裏アカね、ツイッター裏アカウント、もう悪口しか書いてないみたいな。だからもうすごいエンターテイナーがこの西暦800年ぐらいの時代に生まれていて、ものすごい文筆家がいるっていう文化を持ってるのが日本っていう国だから、もうね、女性の権利とかね、女性の能力がとかね言ってるもんじゃない。だって源氏物語だから、すごいから、何これみたいな。
というふうに、あの世界 の知識層は驚きますよみたいな話です。そこまでいいですね。で、いい、本当にいい、本当にいい。で、そういう仕組みで、それが政治ですと。で、これはもう、あの、成り行きでこうなりました。で、次に、じゃあ、藤原氏はどうやって権力を握ったか。もちろん、この建前上、寄進されるものによって、あの、支配している荘園がどんどん大きくなって、経済力が増します。これは大きいよね。だけど、経済力だけがあっても、やはり、あの、血筋が良くないととか、毛並みが良くないとダメです。まず力はいりますよね。力は経済力と、まあ軍事力と。まあこれだけですけど、もっと毛並みとかをどうやって手に入れたかという方法は何でしょうと。何ですか？それは嫁に行かせます。そうそうそう。藤原摂関家は、天皇の皇后にできる家柄ですという決まりを決めて、天皇にどんどん娘を入内させます。入内に、あの送り込むわけです。一人の天皇に自分の娘4人ともぶち込んで、さらにそれが全員男を産む、それが全部天皇にあるみたいな、もうハットトリック、道長ハットトリックを完成させるわけですね。だから彼は一番出世したわけです。まずすごいですよね。で、その時 の美人の基準って何だと思います？藤原摂関家の娘に生まれた人ってすごい美人なんだけど、美人の基準って何と思います？要望の話じゃなくて、まあまあ要望も含めて、あれ歌、それの、はい、あのですね、顔の作りはもう分からないですまあ写真もないし、インスタもないから、あの釣り書きもないし、あの何もないから分からないで、人の話も分からない。だってその顔を見る人いないから、こんな風にいて、あー、みすみさんこんな顔してるねとかないから。何かっていうと、肌が白いか、まず遠くからでも白いかどうか分かるから。次に髪が黒いか、だから髪が黒いかどうか分かるから。だけど清少納言っていう人は茶髪でアバターがあって、その美人の基準からめっちゃ下がってたわけだから、自分の違いを出すためにあんなはっちゃけた文章を書いて、枕草子っていうけど、それで目立とうとしたという、まあ YouTuber 芸人なんよね。だマツコ・デラックスみたいなもんなんよ。あの、その普通の世界では受けないから、それで受けるみたいな世界にあって、人で、で当時の美人の基準は髪が黒い、白い。であとはもちろん歌とかしか出ないから、だってインスタの写真がさ、ばらまかれることないから、この人スタイルいいねとか、全く分かんないから。だって10人1人とか来てるからさ、10人1人とか来たら20キロぐらいあるから、すでにもうあれ歩けないよね、足とか分かんないよね。ということで、あのそういう基準の中、歌を読ませて髪を黒くし長くし、あの、そうです、日に当てず白いまました人を入内させるということをしていましたっていうことです。で、そういうことで天皇の皇后になれるのは藤原家だけ。あとは娘を産んでぶち込む、生まれたのは天皇っていうことになっていきますということですね。これが摂関政治です。で、この藤原氏のすごいところは、これも建前と本音なんだけど、権力持ってるんだったり、自分が天皇とかになればいいじゃんと思うじゃん。でもこの日本っていう国は、自分はトップにはならない。どうしても黒幕にいる方がいい。っていう建前と本音の国なんで、天皇を補佐する役職であるところの摂政関白っていうものが事実上権力者なんだけど、天皇家は天皇家っていうふうにしている。という仕組みです。だから天皇家には、権威しかないんですよ。象徴としての、あの力も何もないんです。ないがゆえに、政治的に糾弾されることはないんで。これが天皇家の違いですね。あの 皇帝とか王とかエンペラーとかキングとかは世俗の力も持ってるから、
その帝王の力が途切れたら革命とか起こされて殺されてるんですよね。とか王朝が交代したりするんです。だけど日本天皇って力も何も持たないので悪いのはこの周りのやつらが悪いというふうになります。だから例えば摂政や関白がこの時代をワープしました。でも武士っていう武士階級の力がバーッと増えてこのいい国以降は武士っていう人が仕切るようになりますと。つまりこの荘園を管理していた国司とか軍事の代わりに地頭とかね守護とかねこういう人たちがまあ暴力団みたいなもんですわが両国に派遣されて鎌倉幕府からそして実質的に支配するということになるというふうになっていて武士の世の中になっていきます。ではまあそれはまたの話でとにかく、平安京という時代は400年ぐらい続いてその作りは平城京の時にもう出来上がっていてだから500年以上そういう仕組みでやってきたっていうものをずっと引きずってるからだから京都とか奈良とか行ったらそういうのを見てくださいっていう話になります。ただお寺があるとかただなんか御所があるとかなんか紅葉が綺麗とかそういうんじゃないんですよ。こういうこう日本の作りがそのまんまありますよっていうのが面白いですねっていう話です。いい？なんか質問ある？ここまでいいです。っていうことで、そもそも平城京でそういう仕組みができた、平安京で固められた、もちろんそのバリエーションありますよ。バリエーションありますけど、近代国家である唐のやり方を真似て作ったけど日本的に変えました。変えてこういうのが変更されてこういう風になってなぜか私有財産制がものすごく発達してもともと自分がやったものは自分はいいっていうなんかすごい同調圧力があるくせに結構私有財産制はちゃんと担保されてるっていうこういう仕組みでっていうかな不思議なお国柄ができましてそれは今にも続いてるんですよね。だから日本ってものすごく同調圧力が強くてみんな自分でやれってか言うけど権利しかむちゃくちゃ高いということになっています。というのはこういう歴史を続いてて、一応みんなこの日本国民で住んでる人たちはこういう歴史を一応知ってるということになっていて体に染みついてるのでこういうふうになっていると。ここが諸外国と全然違うところなんですね。諸外国は文章に書いて権利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 って書かないと権利だと思わないんですけど日本人は勝手にこういうふうにこう前例踏襲で仮にこう仮にこう仮にこうねみたいな感じでやっているからものすごくそういう粘着型なんですよ。だからすごく変えるの難しいです。でもなんで日本人ってその決断ができないのとかなんか判断が遅いとかなんかいろいろ言われるじゃないですかグローバルにはね。だけど建前と本音で考えるといつも本音のところで動いていて建前なんかどうでもいいんですよ。その建前を変えるというところは平気でやるから、平気でやりますから。だってロシアまで行って戦争してた国がよいきなり平和憲法とか言ってんだから。だから一瞬で変わるから。だからこの安倍ちゃん暗殺みたいなのを含めてですね一気にまた日本の世相とか変わるんじゃないかなと思ってるのが、僕の視点になります。まあ、終わりですかね。よい。でじゃあなんで平城京から平安京になったかって話にもう一回戻します。桓武天皇という人が出てきました。桓武天皇が出るまでは天武天皇が、事実上樹立した、王朝が続きます。だけど最後に聖徳天皇という女性の天皇になって息子がいなくなって娘もいなくなってで途絶えてしまいます。で桓武天皇が即位しますと。で桓武天皇はいきなり周り中敵だらけだからいきなりなんですかね、ものすごい暴流の人が一気に天皇になるわけですね。で彼が考えた起死回生の方法は遷都で奈良盆地からバーッと外に出て京都盆地の一番トッペンまで逃げてきたっていうか、事実上脱走ですな。そこにアイコン都にしますって言ってもうついてくるやつついてこいみたいな感じします。でも奈良のその人たち貴族とかも大反対ですね。いや なんでみたいな。だっていきなり明日からサンライフの本社をそうですね嬉野にしますみたいなちょっと
嬉しいのいいじゃんとか言われても、いやちょっと、いやちょっと、いやみたいな感じじゃない、いや俺も決めたしみたいな、いやちょっとじゃあで正直もういや結構ですみたいになるじゃん。で結構ですみたいになってしばらくもちろん平常距離も残るんだけど、桓武天皇はやはり頭が良かったです。何をもって平安京を本当の都にしたでしょうかっていうのが質問です。何でしょう、何でしょう、何でしょうかね。一応このレジュメによると、このカッコ2番そして平安京っていうところに入ってるんですけどね、そこに最澄空海って書いてあるんですけど、うん、で仏教っていうのはもともとその聖徳太子の時代から伝えられていて、仏教あるわけよ。もっと言うとブッダが創業っていうかしたのはもっと前だから伝わってるんだけど、この奈良で一番仏教を信奉してイケイケどんどん頑張ったっていう天皇に聖武天皇っていう人がいますよね。奈良の大仏作った人ですね。あんなもんを作っちゃう、その奈良の東大寺を捨てて京都に逃げてきた桓武天皇どうすっかなみたいな、これを超える権威を作ったらないとみんな京都に向かないでしょ、じゃあ何しますかって話で、今から嬉野がサンライフの本社になりますっていう時に、やっぱ嬉野がサンライフの本社になりっていう時に何で売るかっていうことよ。いや風光明媚ですねとかいうのはなかなか聞かないじゃん。そこで仏教というものに目をつけました。で当時の仏教っていうのは全ての教えのそのものだから、経営学であり文学であり農学であり全てを包含した新知識だから、一番イケてる学問だから、そこでやっぱり唐だよねってことでね、遣唐使っていうのに乗っけて自分が見込んだ一番頭いいやつを乗り込ませます。その代表格が最澄君と空海君、この2人ね。だからこの2人はすごいんです。一方の最澄っていう人は渡来人の末裔と言われていて琵琶湖の河畔に住んでいたという人です。領主さんですね。で真面目な人。片や空海、これ四国の、香川県ぐらいの生まれの国士の息子の三男坊で、この人もこの人の方が多分天才、ね、な人で、で10歳前にもうすでに京都に出てきて、あ京都じゃない、あ京都、あ平城京奈良に都に来て、もう大学の教師もびっくりするぐらい、あもうあなた教えていいですねぐらいの天才児だったと。でその2人をものすごい優遇するわけです。何しろ平安京というものの格を高めるためには平城京にいる僧侶たちにおもんでって言ったらダメだから、じゃあ何でやるかっていうと新しい仏教なんだと。今までの奈良の奈良もいっぱいあるよ、律宗とかさ、法隆寺はさ法隆寺宗とかあるしさ、そういう流派いっぱいあるんよ。いやそれぞれでいいんだけど、もう奈良のは古いと、奈良のは古いだから、ここの管理要項は古いんで新しい管理要項を作る国ので、最澄と空海お前ら留学してなんかそれちょっと持って帰ってこいいうわけ。そこで言われたのがこの秘術を持っていきなりもう仏になれるスーパー裏技、これを最澄空海は持って帰ってきた。でむちゃむちゃ経典持って帰ってきますと。で桓武天皇はお前らすごいねと、これから最澄だよみたいな、これから空海みたいな。で彼らに寺を与えます。一つは比叡山、比叡山っていう京都があったら、ここの西北の北西のとこであれですね。でもう一つは東寺って言って、これも見てもらったらね。で高野山も与えます。高野山は奈良でもないじゃんっていうところに与えて、彼らにものすごい優遇し、彼らの仏教の方が新しいってこの奈良のやつらと喧嘩させます。
論争させます。そして結果、まあ、この2人の才能もすごいけどもやっぱ新しいということで密教いいねみたいな感じになって、で奈良の人はちょっとダサいよねみたいな感じな風潮を作り上げ、で締めにこの2人に大師っていう称号を与えます。伝教大師っていう大将と弘法大師っていう、どんな人でも大体聞いたことあるでしょ、弘法大師とか大師号っていう、これは中国のもともとのお坊さん の最高位の位なんだけど、日本政府として日本の朝廷として伝教大師ね、伝教だ、教えを伝えるな、伝教大師ね、まずこれ最澄に与えます。そして比叡山に、お前とは比叡山を守ってくれています。だから最澄の手紙とかには桓武天皇ありがとうっていうのがもう何回も書いてあります。だって桓武天皇によって引き立てられた人だから。そして最初は比叡山寺だった寺も延暦寺になります。延暦ってどういう意味か分かります？年号ですからね、桓武天皇の御代の年号だから。だから昭和寺とか平成寺とか令和寺とかと一緒です。その時の年号のを寺に与えるっていうめちゃくちゃ名誉なことをしてるわけです。東大寺とかビビりがありますよね。これでもうこれでこれ死んだわけですよ。死んだっていうか、まあ社会的にはそういうふうにして追い込んだっていうところがこの桓武天皇のすごいところです。だから奈良はそうやってどんどん足蹴にされた結果、なんとなく京都の方が最初からあったみたいな感じにみんな思ってるでしょ。そんなことはないです。乗り換えたんですよっていう言い方ですっていうような話を京都の人にするともうみたいなこと言うんだけど、あいつらそうやって生きていますからあいつらはそうやって一度握った権力は絶対離さない。これで1400年続いたからね。すごいでしょ。東京に奪われたとまだ思ってないから、思ってない、あれ東京だよ、東京とか北京とかあるけどさ、京都は京も都も都だから貸してるんですよと。うん、あ、都貸して、よこそここにありますからって言って。一応持って、まあ、天使様はいつでも帰ってきますよ。もう言うからね、あいつら。だらあいつ、あいつらって、まあ言うから。そういうとこなんですよっていう。この人間のこの欲望、渦巻く、この京都。というところを、まあ知った方が面白いと思うので、なので京都って世界中から人が集まるんですよね、やっぱり。なんかわかんないけど。なんか陰陽師がいいとか、なんかあ桂川がいいとか、比叡山がちょっと紅葉がとか言ってるけど、それは建前だね。本当はそのこの生きてきた人間のこの脂っこさが一番あるんじゃないかっていうふうに思っています。いい、だから最澄と空海なの。だけど最澄と空海よりも前の坊さんたちはもう奈良にバンバンいて、東大寺とかにいて大仏も立ってるんだけど、だけど奈良の大仏ってもう鎌倉時代とかにはほとんど打ち捨てられていて野ざらしになってたんですよ。それぐらい荒れ果てたんですよね。日本人ってそういうことも平気でやるっていう意味ではめちゃめちゃ残酷ですね。一時の文明ってみんなそっちに行ってます。でもやっぱり見直してっていうふうになって今に、まあ、つながってはいるんですけども、そういうふうに見てもらえると京都と奈良とかその飛鳥とかの違いとか、もっと言うと浪速とかね、大津とかね、そういうのの違いが見えてくるんじゃないかと思います。ということで今日は平安京に行って行った理由までで終わってしまうとだけど最澄と空海はこれで覚えたでしょ。でこの二人選ぶっていうところも桓武天皇はすごいわけよ。自分の部下この人しかいませんとか一子相伝じゃないよ。必ず2人以上を後継者にしてそいつらを愛を争わせる。こういうことはよく組織上今使いますからね、双璧とかね、三兄弟とか四天王とかいろいろ言いますけど、そうやって分けることによって愛を争わせてこう上がっていく、競争させるとかいうことは組織人はよくやりますから、自分だけが目をかけられているっていうふうなのはないわけ。最澄と空海もバチバチライバルだし、そういうところを見るとまた面白いですね。
他にもいっぱい文芸の世界とかもあるんですけど、一番の例え話はこの仏教というものをもう一回アップデートするために唐に留学させて、また原理原則に戻るわけ、うん、でそこから直輸入された 今一番受けてる密教ゲットみたいな、でこの奈良仏教で平安時代を生き抜きますみたいな。でも鎌倉時代になったらまた別の仏教が出てきます。何でしょう、なんか分かる？禅宗ね、座禅。だから曹洞宗とか臨済宗とかいう武士向き、つまりこの奈良のまず平城京の仏教っていうのは難しいんですよ。まず漢文読めないといけないし、大好きがあります。で平安京のこの新仏教と言われる最澄空海が説いたのはもうちょっと分かりやすいんですわ。まあ一応文字ができてるからひらがなで書いてますみたいな世界になっているからまだ分かりやすいんですわ。だけどやっぱり小難しいんですよ。で関東で刀振り回してるだけのほとんど暴力団だったようなやつには合わないんですよね、宮廷文化は。合いません。じゃあお前座禅しとけみたいな、10時間座禅ね以上みたいな。あとサムって言って作業しなさいと、落ち葉掃きをしなさい、たくあん作りなさい、雑巾掛けしなさいっつって、そういう生活のすべてが禅の教えですっていうふうに。そんな小難しいこと言うのはね、その問答ぐらいでね、書物を読むとかそんなんじゃなくて、もっと実践型の武士向きの、もっと頭の悪い人にも OK みたいなものでもいいじゃんっていうのが広まります。これが禅宗ですね。だから臨済宗とか曹洞宗とかの話をするときに奈良時代とか言ったらあこいつ分かってないなってなりますからね。鎌倉時代にまた出る仏教というのがあって、でこの平安京系アップデート仏教のも鎌倉時代にまたアップデートされます。その禅宗とかが出てきて、あどうしたらいいか、これまでクソ難しいことばっかり言ってたんだ、信徒が信者増えない、つまり営業成績が上がらない、じゃあどうしたらいい、どうやって営業したらいいかというふうに考えてまたアップデートされます。その中で一番有名なのが親鸞聖人です。親鸞浄土真宗、浄土真宗ってすごいですよ。何しろ100万遍を唱えないと救われないって説いてたのを1回でいいです1回でいいですって言うんだありえないでしょと。それまでの奈良平安の仏教からですからさ、はぁみたいな、え何みたいな。あともう一つ、悪人正気、悪人正気、悪人こそ救われる、善人なおもて往生得、言わんや悪人もや、悪いことしてるやつの方が悪いことをしてるだけその往生に行く資格があるという、コペルニクス的逆転の発想でバーッと信徒が増えるわけですよ。こんなことを言い出したらもうすごいじゃん。でも本当カルトだよね。だけどそうしないと信者は増えないから、そういうイカれたものができます。そして鎌倉六仏教っていうのがまた増えていくということになっているので、この仏教自体も含めて全部日本式に作り変えたり成り行きに任せていろいろ変わるんですよ、うん、なので多分インドに生まれたブッダが2600年後今この日本に転生してきて日本の仏像とか見たらビビると思います。俺こんなこと言ってないんだけどみたいな、な何これみたいな、えみたいな。でずっと伝わったところで仏教って根付いてないじゃないですか。今の中国とかで仏教寺院とか そんなないでしょ。でもなんか日本にはこういう作り変えられた仏教の残りかすっていうか、なんか極めて日本化した教えがこうあって、で天皇を中心とするその神道みたいなものも当然あって、こう混然一体としてるわけですわ。これが日本の面白さね、建前ところですね。違うんですよ、もともと本当は寺は拝むし、神社は白書柏で打つし、祝詞を言うし、お経じゃないからね、祝詞だから。で祝詞にはいいことしか言わないですよね。
かしこみかしこみこういうふうに申し上げます、素晴らしい、お神様、あの寺そう神様すごいみたいな。で仏教はクソ難しいことを言いますから、すげえ単純なやつまでなってる、速攻を救われますみたいな、座禅してろみたいなっていうことになっていますということで、大体日本のその思想史とか政治史とかのこう大まかな作りっていうのは分かったので、次はどっかで喋ろうかなと思うんですけど、一応そんな平安時代が終わって今度は武士のようになるっていうところをちょっと話してみようかなと思います。それでいいですか。なぜ武士ができて、で日本人好きじゃないですか武士、なんかやーやーみたいな、なんか好きでしょ、伊達政宗とかさ、なんか織田信長とか好きでしょ。でも1192まではそういう人たちいないんですわ。これまででも相当長いでしょ、長いでしょ、長いのにこっから突如出てくるんですよ、こういう人たちが。で、男は刀、女は薙刀とか持ってわーわー行くとかいう時代になるわけです。それはなんでそういうふうになったかっていうような話を次回にしたいと思います。はい、じゃあちょっとご質問ありますか、感想でもいいです。はい、じゃあ三住さん代表してこれちょっとまとめてるかわかんないですけど、いいよ、いいですか。それいいよ。結構日本人って何でしょう、今の女性もあると思うんですけど、結構色白主義というか、なんか白いこそ正義みたいな、うん、色白がなんかよく言うじゃん、美白が、うん、欧米人がそう色白で金髪が素敵みたいな、なんかそれって結構その外国からのイメージ、そのイギリスだってその西洋人の方のイメージから入ってたのかなって思うんですけど、さっきその美人の条件っていう聞いて、黒髪白い肌がまあ、その昔から根付いてたものっていうのを知らなかったので、なんか意外とその外国から入ったものとかじゃなくて、なんかその日本人の DNA になんかそういう色白こそ正義みたいな、なんかそういうのなんか結構昔からあったのかなっていうのをちょっと思いました。すごい指摘ですね、本当にそうかもしれない。だみんなマスクしてるから肌の白さぐらいしかもう分かんないから、でしかもこう色焼けすると嫌だから、さらに美白は進みますよねと、あとテレワークだよね、外に出るなみたいな感じになるんで、そういうのがあるかもしれませんね。面白いですよね、うん、確かに。他にありますか、はい、じゃあその関武天皇と最澄は渡来人っていうのは朝鮮人ってことなんですか。朝鮮とか中国の方からあの日本列島に流れ着いてきた人の末裔だと言われていて、それは比叡山が出している漫画に書いてあるからそうなんでしょう。比叡山延暦寺って漫画があるんですよ。比叡山延暦寺が出してるんですけどね。1200円。すごくないですか。百済の方の天皇家の娘と百済人と結婚したとかそんなあるじゃないですか。ありますね。朝鮮との関わりっていうのは重要かな。まあ、重要ですよね。その もっと言うと朝鮮半島と九州で一体ぐらいの感じですよね。もっと言うと。で、本州の方と、まあ、そこでもかなり断絶はあると思いますし、はい、そこ行くともうこのさらに前の世代になるんで、ちょっとその辺、まあ、それで喋るとまた3時間みたいになっちゃうんですね。日本人と顔つき違うでしょ、北海道、京都、九州って、はい、違います。流れてきてるとこ違うんだろうね。違うと思いますね。ものすごい山がちで、ものすごいその隔絶されてるから、そのでかい部屋とかもないし、あの全然違うんだけど、なんとなくこういう天皇をいただいて建前と本音をうまいこと使い分けて、なんとなく統一感を出すっていう技はすごいですよね。そういう意味では世界は見習った方がいいかもしれませんね、うん、全然この日本的2000年ぐらい続いているやり方っていうのは、そうですよ、本当は平安ぐらいまでが日本の方が文化的には上ですよね。欧米とか何もないですからね。何もないとかってあれですけど、何もない、難しいですね。まあそういう意味ではこの唐とか漢とかに並ぶローマ帝国とかいうのがあって、彼らはそこからまああんまアップデートされてないですよね、うん、ローマ帝国で終わってますよね。だってそのローマ帝国が懐かしいみたいな感じで、神聖ローマ帝国とかドイツ第三帝国とかオーストリアハンガリー帝国とか言ってるだけだけど、みんなローマ帝国にならないのね。フランク王国とか言ってるけど、なんかいまいちじゃない、
スペイン王帝国とか言ってもさ、所詮植民地作ってさ、なんかさ、あの支配してるだけだし、つまらんよね。イギリスとかもそうだよね。あいつら本当最低だよね。いや本当にそうなんですよ。おっしゃる通り、そこで止まってるっていうのはあるかもしれません、ね、そういう意味では日本はずっと日本なんで、すごいかもしれない。でもあんまりその日本すごいとか安倍ちゃん大好きとかいうあの右翼的な考えを上田が持ってるわけではなくて、あの日本が対外的に進出していいことはないですね。ないですね。まず朝鮮出兵秀吉がやりましたとかもう全然失敗だし、あとさっきの対戦大陸進出はまあ失敗ですわね。日本の中でワークはするんですよ。だけどそのルールは日本国外ではちょっとなかなかあの浸透しないですよね。浸透したとして、まあ昔の朝鮮半島、まあそれでももう嫌いっていう人多いけど、あと台湾ぐらい、あとパラオとかパラオとかすごい親日国ですよね、うん、パラオの国旗ってあの月なんですよ。青い青字に黄色い月、日本は太陽だから我々は月だって言って、でパラオは海が綺麗だからって言って、あの青字に青字に黄色っていう。じゃあ話もこのぐらいにしてよろしいですかね。はい、はい、じゃあまた来週やりますので、じゃああの録画も見てください。じゃあ失礼します。